光を持っています。1970前後、私は NHK 長崎でディレクターをして番組を作っておりました。当時はまだ沖縄は返還前、パスポートは必要でした。そしてそのパスポートはなかなか取れなかったんです、普通の人には。その時私はその放送局のディレクターという立場でパスポートを比較的簡単に手に入れることができたので、駅前の沖縄の戦いに参加することができました。沖縄では全島を挙げて復帰と、そしてベトナムに日々 B5 に爆撃ですね、戦闘爆撃、それが飛び立っていて、それを阻止しようと全島を挙げて沖縄の労働者と人々は戦っていました。私はその姿を見て、私自身の生き方をある意味では決めました。以来、沖縄は私の心の休みです。沖縄と自分を常に考えている中で、自分自身が中途半端だったり、ふやけたりする。それを知った、自分自身を知ったしてきた。そしてその中で今、沖縄からの、澤さんからのアピールにもあったように、この間のあの知事選、あれに対する安倍内閣の対応は何だったんですか。現職の中山知事が十数万票の票差で大敗したんですよ。その前、ちょうど去年の今頃ですね、安倍首相と中山知事が密談して年間3000億円、向こう7年間この金を出すから、あの名護の辺野古のきれいな海に基地を建設するのを認めてくれというふうに言って、あの中山知事はその金で買われてしまったんですね。未曾有の高額な振興策だ、いい正月がこれで来るだろうなんて、ちょうど去年の今頃言ったんです。しかし沖縄の人たちは金で売り渡すほど平和の気持ちを、基地反対の気持ちをお金で売り渡すほど、そんな心の水準ではない、手高い、本当に誇りを持って生きている。だから現職の知事を十数万票で叩き落とした。改めて戦争反対、基地反対の気持ちを表した。ところがです、皆さん、私が一番訴えたいのは、あの11月16日の中山知事が叩き落とされた選挙の翌朝、今の官房長官菅、なんと彼が言ったんですか。普天間を名護に持っていくかどうかはすでに決まった話で、過去の話だ、粛々と沖縄の民意がどうだろうと粛々と基地建設は進めさせてもらう、こういうことを抜け抜けと言ったんですよ、翌朝。皆さん覚えておられるでしょう。これが安倍政治の本質なんですよ。みんなの気持ちがどうであろうと、選挙であれだけはっきりした意思が示されたにもかかわらず、過去の話が粛々と工事はやらせてもらう、何なんですかこれは。人々の気持ち、民意、民主主義の上に立った政治なのか、これが。私は安倍の政治の本質はここにある。どういう気持ちをみんなが言おうと、福島で何が起ころうと、どんなにみんな苦しんでいようと、沖縄で誰がどこまで苦しんでいようと、特にそして今、青年の労働者、女性労働者、あの麻生発言許しません、許せないですね、産まない方が悪い、何言ってんだね。今の女性労働者が置かれている現実知ってんだよ彼はね。知っててもああいうことをあえて言う、そういう政治家なんだ。ゴロゴロいるんだ、あれだって何だって。安倍がそうでしょ。福島はコントロールされている、福島の汚染水コントロールされている、こんなものは嘘だと分かってる、みんなが分かってた、安倍も分かってる。しかしそういう嘘を平気で言うという、こういう政治家の、なんて言うんだろうね、もう下劣としか言いようないよね、許し難いよ。
麻生が今の女性労働者は置かれている状況、セクハラ、パワハラ、マタハラ、そして賃金は労働者と同じ労働してても8割ぐらいしかもらえない、しかし家計を助けるために働かざるを得ない、何の権利の保障もない、その中でなんで子供が産めるというんだ、なんで子供が育てられるというんだ、これ分かってながらああいうことを言うんだよ。輝ける女性の輝ける時代、大内優子が、松島みどりが輝いたのか、であれが日本の未来を切り開いたのか、ふざけんじゃない。あのうちわでワインで、そういうことを平気でやっている安倍政治、私は一日も流れさせてはならない、叩き落とさなければならない、断ち切らなければならない。そのためのでは最後に私は訴えたい、どうしたら安倍を倒すことができるか、安倍の政治を断ち切ることができるか、批判だけしててもしょうがない、みんなの団結した力、特にその中に労働者労働組合の力、労働組合、みんな誰も労働組合なんていうのは嫌な顔する、当然だよ、今の労働組合鎖に腐ってますよ。あのダラカンども労働貴族と言われる高い組合費にふんぞり返って資本家と変わらないような生活してる、こういう腐り切った労働組合を下からひっくり返していく、この社会を動かしているのは労働者です。資本家がなくてもこの社会動く、労働者があればこの社会動くんです。よくネットに救う右翼などが鈴木はああいうことを言うけども、資本家をなくしてどうやってこの社会動くの、嘘だそれは。労働者が今この瞬間でも社会を回してるじゃないですか、その労働者こそが、そして労働者と市民全ての人たちが一緒に手をつないで団結して、それが政治の中心に座ることなんだよ。あの議会おしゃべり小屋ですよ、くだらないことをぐちゃぐちゃしゃべってる、誰がこういう政治をやったらダメなの、誰がこういう政治を変えていくのか、皆さんと我々一人一人なんです、一人一人の中に変える力がある。よく考えながら隣の労働者、隣の人と率直に腹を割って話そうよ、この政治をどうするのか、この日本をどうするのか、今日本の社会は壊れかけている、本当にどうしようもないところに来ている、子供同士が殺し合う、親が子供親を、そして一番残酷な話は老老介護で行き詰まって無理心中まで起こってるじゃないか、こういうことが、で年間3万人が自殺している、青年労働者が絶望して自殺に追い込まれている、こういう社会は絶対に滅びる、我々は彼らと一緒に滅びるつもりはない、私たちは生きなければならない、生き抜かなければならない、そのためには安倍政治を我々の力で手を取り合ったその団結の力で断ち切ること、そして取って代わろうじゃないか、我々が、それを私は訴えて最後のアピールとしたいと思います。あさって大きな決断を下った日です、よろしくお願いします。坂上弁護士、鈴木達夫、皆さんご清聴、そして多くのご声援本当にありがとうございました。それでは鈴木達夫